6月4日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新央一花です。日本放送飯田浩次の OK 康次アップ。この後と8時まで生放送です。連日のゲリラ豪雨で。そうですね。昨日もまたね、夕方あたりはものすごい雨が。で、昨日は特にうちの本当近所のあたりがですね。 もう警報がそこだけピンポイントで出るぐらいのいやそうなんですよね昨日の夕方5時35分くらいからの品川区には大雨警報が出されて、うん、横浜、川崎には大雨洪水警報が出されていたんですよね,ねだからちょうどこの、ねえー、東京、横浜あたり京浜間、うん、迎品館に。 なんかものすごい雨まあ雨雲だし雷雲でもあったというところで確かにねなんかうちの近所でもドカンドカン音が聞こえてさあ,あらーというねこれあの週末もそういう音が結構夜に聞こえてきていてであのああ雷かと思って。 から週末はさ、雷じゃなくて、お台場でなんか花火のイベントがあったらしくて。で、そっちの方で結構大きな音がしてたらしいんですけど。どえー、また花火と思ったら、今回は本物と、ね。本物です。うんえー、もう本当、あの視界が悪くなるぐらいの雨が降っておりました。まあ、あの今日はね、今日はお天気落ち着くのかね。今日も大気の状態不安定でして、今有楽町も日差しのあるお天気。ではあるんですけれど、うん、もう早いところだと、お昼前から雨雲や雷雲がこう発生しやすくなって。 ですね、特に都心は夕方4時以降、その雨雲が流れ,くんこん、えー、流れてくるということなので、ああ急にまた局地的にザーっと強くるる可能性があるんですよねそうなんだ、はい、なので、まあ、今、晴れてるから大丈夫って思っちゃうんですけど、お出かけの際は傘があった方が安心かなと思います。 いやー、ー雨だけじゃなくて、雷となると、本当ね、外にいるのはね、危険だよっていうところで、はい、まあ、今日も交流戦があるんですが、神宮だったり、横浜だったりっていうのは、ちょっと、どうなるっていうね、うえー、神宮、ヤクルト、西武、そして、えー、横浜スタジアムは DNA、オリックス、ね、えー、シュワップナイターは、巨人とロッテの一戦をお送りいたしますんで、こちらは東京ドームなんでね、雨は大丈夫だろうというところなんですが、まあ、本当、この交流戦でね、えー えー、セ・リーグはまだ団子だというのがあのオールスターゲームのーファン投票の中間発表が出てきてそれでもこう如実にわかるなというかですね、えー、私事を言えば阪神の選手の数を見ると、うん、本当にこのファンの人たちは現金だなというのをですね。ね ええ去年、そういえばむっちゃくちゃ調子が良かったわけですよ、特に交流戦でぎゅーんと上がっていったと、はい、でそこでお出来上がりのオールスターゲームは、ですねほとんど確かファン投票は阪神タイガースが取ったと、今回、じゃ中間投票でどうかっていうと、はい、ポジションがね、9つあるわけでありますが、はいうん、去年は9分の9だったのが、はい、9分の、うん、3。 入日ですね。<laughs> だいぶ入日に出てますね。<laughs> 元気がすぎるだろうって話なんだけど、こういう接戦の時こそ本当は応援しなきゃね、みたいな話なです、ね、ま,あまあまあ、うん、えー、佐伯投手と、えー、先発の、はい、それから中継ぎの岩崎投手と、<ー>えそれからあ外野手の近本選手。<ー>この3人は名前が挙がってると。あ<ー>まあ、あの他もね、えー、例えば、 セカンドの、えー、中野選手。まあ、これは DNA の牧選手と接戦で争っていたりとか、まあそういうのを見るとね、ああ、なるほどと思うところですけれども、ね、えー、今年はだから、セ・リーグの方は多彩なメンバーにと、で、パ・リーグの方はというとね、日本ハムの選手がいっぱいというのがね、<ー>これがやっぱり旋風を巻き起こしてる感があるよね、という。 新庄監督の育てたチルドレンたちが3年目ですか、今年、相当ね花開いてきていると、うん、ハム9部門トップ新庄監督泣くというふうに<ー>、えー、日刊スポーツがサブの見出しで入ってますけれども、まあ、まだね、えー、中間発表ですからここから先どうなるかっていうのは本当に交流戦の 行方次第によってわからないよねというところですよ、この熱、ね、い交流戦、えー、ぜひショーアップナイターでお聞きいただければと思います、<laughs> 本当にでもここ一つで、順位全部変わっちゃうから、ね、本当です、もうね、大混戦ですからね。セ・リーグは5位までで3.5ゲーム差の中に締めくと <laughs> で、6位のヤクルトだって7ゲーム差ですから、<laughs> そんなにあの差がついてるわけじゃないと、ねえ、えー、言ってみれば、パ・リーグの1位、首位ソフトバンクと2位、ロッテの差が5ゲーム。 <laughs> ほとんど変わらないっていうね、<ー>ヤクルトとはね、えー、その中にね、ありますんで、えー、ここら辺ちょっとね、オールスターも含めて楽しんでいければなと。 えー、来週はあスペシャルウィークということですので、まあ、ショアップナイターもいろんな企画ありますしまたこの番組を、ねえー、トマトが当たるそ,うですそして、えー、ダブルコメンテーターウィークとなりますので、はい、ぜひ生放送で,放送でお聞きいただければと思いますのでよろしくよろしくお願いします,いしますあの詳しいお知らせとか、ね、あと特別番組も今日はいろいろお知らせありますので後ほどお取り上げようと思っております。日本と世界ののの今がわかる朝のニュース番組飯田浩二の コージーアップ、えー、オールスターのファン投票についてオープニングでお話をしましたけれども、はい、1>, 1戦目エスコンでやりますからねっていう書き込みがあってまあねそれもあるから地元の選手というのもあるのかもしれないですけれどもオープニングからトラハラかっていうね、えー、書き込みもいっぱいありましたいやもう今日でもジョセフさんですからうもうここまでですよトラハラは。 食い止めてくれる。食い止めてくれはず。そうだよな。<laughs> <laughs> 目力強いからな。<laughs> <laughs> あとはね、ここまでだぞっていう, <laughs> <そ>う。<laughs> さそんな,どんな、ね、どんな、どんな。ええー、経済アナリストのジョゼフクラフトさんが、この後六時半、次からご登場となります。今日のコメンテーターです。えー、まずは1、一月三月期の経常利益過去最高と。これは、あの財務省が法人企業統計という統計調査を出してきました。それから、六時五十分過ぎニュース、新またぎは、先週末に発表された四月の雇用に関する統計。有効求人倍率一点二六倍。質疑 業率はでしたそして政治資金規正法の改正案をめぐっての国会の動き、えー、政策活動費全面公開受け入れということで、まあ、維新案を丸呑みするんじゃないかという話が出てきております。 それからおはようニュースネットワークのゾーンは今日あの大半の一般紙が一面トップで今ね信行アナウンサーもニューストップで伝えてくれましたが、えー、トヨタ自動車など5社が認証不正を行っていたということで国土交通省が立ち入り検査を行うというニュースが出てきております、えー、自動車評論家の国沢光弘さんとつないでまあこれ一体どういうことなんだというあたりから聞いていきたいと思います昨日はトヨタ自動車のねトヨタキ会長も長いこと記者会見を行な 取りましたえー、それから「ニュースプラスワンのドローン7時30分過ぎ韓国政府が南北軍事合意の効力全面停止を表明と。 汚物が入った袋を釣ったですね、風船を大量にというような話のところからというところです。えー、そして七時四十分過ぎここだけニューススクープアップですが、中国政府が国家機関勤務の夫婦をスパイ容疑で調査とこういうニュースを取り上げます。メール X こちらです。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコム。X のハッシュタグは、ハッシュタグ工事、一人四人。ハッシュタグ工事、一人四人です。この時間、最新の株と為替の情報を、外為ドットコム総研調査部長の神田拓也さんに伝えていただきます。神田さん、よろしくお願いします。はい、外為ドットコム総研の神田です。よろしくお願いします。お願いします。はい。現地三日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は。前週末に比べて、百十五ドル、二十九セント安い。 38,571ドル3セントで取引を終えました、うん、一方ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は93.65ポイント上がって16,828.67でした、うん、円相場は約1円15銭円高ドル安の1ドル156円、うんえー、05銭付近で取引されています、はい 昨日はアメリカの5月 ISM= 製造業景況指数が3カ月ぶりの水準に低下したことで、うん、景気の先行きに不透明感が広がりドルを売る動きが活発化円相場は一時155円台に上昇して、うん、先月21日以来の高値をつける場面もありました。ほう アメリカの景気動向を見る上では、今週金曜日に発表される5月の雇用統計に注目が集まっています。うん、あ,あの昨日ととやたりのデフレーターもそうだし、今回のこの製造業の景気指数も、はい、若干やっぱり減速傾向なのかみたいな、ね、まだでもまちまちですか。そうですね。まあこれまでね、ちょっと驚くほど堅調、えー、を維持し。 できたアメリカ経済が、はい、いよいよ曲がり角に差し掛かってきたのかどうか。うんまあこういうムードも漂い始めてますんで、今後の動向に市場の関心が高まっています。うん、そうすると利下げ早まるみたいな、やっぱ昨日早い人はそういうこと考えますか。そうですね。あのー、市場の方でも9月の利下げの確率がじわりと上昇するという局面にでおりますんで。はい。 まあね、先ほど申し上げた通りで、えー、<ー>その点を占う上でも5月の雇用統計っていうのは非常に注目大きな注目点になるんじゃないかと思っています。なるほど、わかりました。はい、金田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。えー、今朝の紙面はですね、ほとんどの新聞がこのトヨタ自動車をはじめとする。えー まあ自動車大手5社の型式指定の不正申請についての話であります読売新聞1面型式5社38車種不正トヨタなど6車種出荷停止国交省立ち入りへ、えー、記者会見で頭を下げるトヨタの豊田昭夫会長の写真とともに出てきております えー、毎日新聞、認証不正トヨタなど5社38車種一部出荷停止ホンダ、マツダも国立ち入りへと、えー、そして産経新聞、トヨタなど5社認証不正国交省今日立ち入り6車種出荷停止、えー、日経も車認証不正立ち入りへ国交省トヨタなど5社6車種出荷停止と出てきております。 まあこの話については後ほど今日の「おはようニュースネットワーク」のゾーンで自動車評論家の国沢光代さんともつないで一体、まず現場でどういったことが起きていたのかそして、さらにこの先の対策であるとかねあるいはこの自動車産業というものは世界とも直結していきますのでまあそのあたりのね話というのも聞いていきたいと思っております。 それから、ですね、まあ、あの朝日はそのトヨタの話を一面の肩に置いてトップはこちら今国会の解散見送り首相最終調整支持率低迷で判断9月の再選戦略に影響と。 いうことを一面トップで上げてきてきおります、まあ、あのー、解散するかどうかっていうのは国会の会、ね、期、えー、中は特にずっと気にされているところではありますけど、まあ、このあたりは、えー、今日のコメンテータージョセフ・クラフトさんにもまた詳しく聞いていきたいと思います、まあ、あの国会というと、ね、政治資金規正法の改正案をめぐってどうこうっていうのがずっと話題になっておりました、まあ、そのあたりの話を入り口にしながら「えー、ニュース七時まのゾーンで」で、えー、詳しく聞いていきたいと思っております えー、そして、まあ、今日6月4日は、1989年の今日、北京で、まあ、民主化あなど、社会の改革を求める、そして集まって、天安門広場に集まっていた学生たちに対して、えー、共産党中央、そして、えー、人民解放軍が、えー、それをこう、重をしたと。 とという天安門事件の日ででもああありりまますすれから35年が経つこ中国国内で、ね、もう64という数字を検索しても何も出てこないというようなことであったりとか、まあ、その辺はもう、あのー、今のだから30代40代ぐらいまでも含めてこの事件についてっていうのを知らない人たちも非常に多いというところですが、えー、一方で香港は、まあ、のかつては64記念館というもの、まあ、を作って ったりななんかしてですね、えー、記憶を絶えさないようにとそしてこの6月4日の日には毎年、中心部のビクトリアパークという、えー、大きな公園に集まって、えー、忘れないぞとそして原因究明をというのを訴えかけてきたわけですけれどもこれが、えー、コロナの前に、えー、まあ民主化運動がありそれがあ潰れさらにそれにコロナが輪をかけてというところでです、ねえー、もう国会 国家安全維持法であるとかさまざ、あ、まな縛る法律が出てきていますので、まあ、今は多分つぶやいた瞬間に周りからえー、偉い人たちというか怖い人たちがいっぱいやってくるみたいなことになっているんだろうなということを思うと非常にこう残念に思うところであります。まあ、かつてあのその記念館とというところあれ うん雑居ビルの10階ぐらいのところであってですね。しかも、こう、ちょっと、あの、昔の香港空港にも近いごちゃごちゃごちゃというした、えー、ところにあったんですけど、もうその、ビルもね、えー 貸主が突然貸してくれなくなったりとかで転々とするみたいなことを繰り返していて私も一度行ったことがあるんですけど、まあ、当時の映像であるとかあるいはあの当時の中国国内の新聞なんかも結構ね赤裸々にというか、まあ、現場の写真などを見ると、まあ、公式発表300人余りが亡くなったというふうに言われてますけれども果たして本当にそうだったのかというのは本当に本当に疑問の残るところでありますが、まあ、そういう日でも あるというとこういとろでまあ、そそれれにね、えー、それ近いところでまあ、あ中国のまあ、跳ね返りの人たちが日本で狼藉を働いたりとかいうことがありでですねでそれに対してわざわざ外務省の副報道局長が言及をして、えー、現地の法律を守るようにとまあうーん靖国神社で落書きをしさらにはあ証言もかけたというです、ねまあ、これに関して。えー 副報道局長がわざわざ言うっていうのは、まあ相当ですね。これ、あのー、絞られたんだろうなとか、あるいはこう水面下でいろんな動きがあったんだろうなことを想像させるところでありますが。タイミング的にも、このタイミングとなったのかもしれないなと思いました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は経済アナリストジョセフクラフトさんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。 さあまずこの時間取り上げますのは、今年一1、3月期の経常利益が過去最高という、財務省が昨日発表した1、3月期の法人企業統計のお話、うん、もうこの見出し見ると、景気いいの,かとますの企業決算は非常に良かったんで、んまあ,ある程度せあの想定内<お>の結果ではないかと思いますけど、2つちょっとポイントがありまして、1>, はい、1つは、以前、 この番組も申し上げたんですが春闘、賃上げの度合いが、まあ、あの過去30年ぶりの、はいえー、賃上げ率、特に大企業が5.8%近い、えーえー、率で非常に良いと、あのー、でそこで僕はあのー、むしろ逆によくないと、もっと上げられたはずだと、で今日のこの経常利益、企業の経常利益15%上がっているのに対して、 えー、賃上げが5%台っていうのは、はいえー、やっぱり低いことをあの証明しているというところですね。で現に 大企業の分配率、はい、あの労働に占める支出の比率が、はいえー、大きく、えーうん、結構下がってきてるんですね。ああ<ー>、ね、なるほど。で、実は中小企業は、はい、その賃上げ率が大企業より低いと、まあ、3%ぐらいと、うんうん、ただ分配率は8割近くて、はい、大企業より全然大きいんですね。 おえー、じゃあ、利益全体のこう 8, 8割ぐらいをもう賃金に使ってるということなんでん企業、中小企業のほ、えー、そが賃上げ負担を多くしているというところが一つ現れてる、はい、だからまだ大企業に関しては、えええー、賃上げの余地っていうのは、えー、ある。 でそんな中で一部の企業が、はい、まあ下請け業者に不当な圧力をかけたりしてるっていうこと自体に一つ大きな問題が。はい <laughs> えー、あるともう一つは今回の企業統計を見ると、はい、設備投資がいく分下がってるんですね、うでそうなると、はいえー、全体的に見るとまた GDP の改定値これを受けて、はいえー、GDP が改定されるんですけれども、うんあのー、さらに引き下げられる、えー、可能性があるというところで。はいまあ 1>, あの1、3月期はダイハツの不正問題で2%ぐらい。 GDP が引き下げられたとそこで一時的なもので、まあとで後ほど話に出ると思いますけど c 6月期は、うん、まあその反動で回復できるという期待があったんですが、はいえー、昨日出た自動車5社、えー、の不正問題がどこまで GDP の足かせになるのかがまたちょっと。 え不透明要因が出てきたっていうことです、ね、うん、まあ、中小企業は、それだけ体張って賃上げはしていて、じゃあ一方で、じゃあね、えー、ちゃんと元請けから支払ってもらえるかっていうところそうなんですよ。 だから、大企業が5%台でよくやった、中小企業はもっと頑張らなきゃいけないということは、その、賃上げ率だけで見て、ちょっと違うなと。分配率も見てあげないと、もうちょっと大企業の方が頑張れる余地はあるということが、まあ、今回の企業統計から受ける一つのポイントかなと思いますね。なるほど。えー、その、まあ、自動車のね、不正に関しての話、後ほど、おはようニュースネットワークのぞう取り上げます。 日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト、ロール社会アドバイザリー株式会社代表取締役、ジョセフ・クラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。7時またぎ前半戦、こちらのニュースです。 4月の求人倍率1.26倍、失業率は2.6%厚生労働省が先月31日に発表した4月の有効求人倍率は1.26倍で前の月と比べて0.02ポイント低下しましたまた総務省が発表した4月の完全失業率は2.6%と前の月から横ばいでした えー、ということで、まあ、先月31日と言いながら、これは先週末に出た数字でありますが、これを見ると、どう判断したらいいですか、まああの。有効求人倍率が1を超えてるということは、基本的に景気、人手不足というか、労働需要が依然高い水準ではあるものの、うん、えとやっぱりあの景気の先行指標となる新規求人倍率 の数とかを見ると、はい、やっぱりこれ、ちょっと低下していて、2.3%減ってるんですかね、あの若干景気が原則基調にあるということがうかがえるということですね、<ー>ただ、プラスな面もあって、うんあの、非正規雇用が22万人減ったのに対して、はいうん、正規雇用が13万。 プラスになっていると<ー>いうことは、やはりあの企業がその労働力確保のために正規社員を増やしているということは、はいあの、全体的な中身としてはあのいい方向に。 あるんじゃなないいかなとは思いますけどねうん、まあ、このあたりの数字っていうのも、ね、コロナで一旦こうがんと落ち込んだ後に、うん、まにだんだんこう増えてきてというところから、まあ、それが落ち着きつつあるみたいなことも言われますけれども、うんうん、まだまだじゃあ、比較的需要は高いということになりますね、あのただ問題があった宿泊、飲食、サービス業が7%、あ6%ぐらい下がってきてるんで。うん そこでのまあ人手不足の解消が少し進んでるっていうことは言えると思うんですね。ただこのままずっと下げ基調に入っていくと、ええ、景気減速にもつながっていくんで、んあのー、この水準で、えー、懸念する必要はないと思いますが、このまま下がっていく基調に入基調に入るとちょっと。 気になるかなという感じで、まあ、景気の動向を注意深く見ていく必要があるとこのあたりね、本当、なんか先ほどの解説もそうでしたけど、うん、こう微妙にまだこれ、対策打つまでじゃないけど、ちょっとブレーキかかってるみたいな感じですでよねでこういうのを見ると、はい、やはり日銀も金融政策、悩ましいんだろうなうということを推察しますよね。なな<ー>、うん、なかなかちょっと微妙な ぬるま湯状態にあるっていうところで、はい、なかなかちょっと今後どっちに転ぶんだろうとだからまあ先ほどもあの申し上げたそのあの自動車規制 そういうことをきっかけに、景気減速にさらに加速していくリスクがあるんで、ちょっとああいう問題は、今後、やっぱりあの懸念していく必要があるかなと思いますねこれ、まあ,あ、4月に一応は、まあ、春闘で一応、賃上げがまあ不十分ながらもあったと、はいうん、で今月入って定額減税が一回5りとはいあると。はい、なんか 官邸とか取材すると、そこにかなり期待してるような向きがありますねそこもちょっと気になっていて、えーあのー、これからの消費が、あのー、賃上げと減税で伸びてくれればいいんですけど、うん、これが伸びなかったら、相当、うん、これ、ちょっと景気見通し懸念事項であるっていうことで、えー、ちょっとここの2、3か月の消費データは、うんはい、本当に注意深く見ていく必要があるかなと。 ただ一方で、うん、あの昨日イオンさんとかが、はい、まあ4万円、えー、セールみたいなことを<ー>、えー、やって、はいあの、消費喚起、えー、してる、これがどこまでこうそうするか、うん、ちょっと今後の状況を見てい,くし見ていきたいなと思いますねあ、まあ、この定額減税でもらう一人頭4万円、うん、これが。 貯金になっちゃったら意味がないわけで、ね。そうなんですよ。だから、まあ、こうした、あの、マクロデータがどこまで、あの、消費者の。マインドに悪影響を及ぼしているのか、うん、まあ、それとも。 まだまだ、えー、大丈夫だということで消費につながっていくのか、ちょっとその分岐点というか、明らかに景気動向が見えてない、ちょっとぬるま湯というか、どっちに転ぶかわからない、微妙な状況に今あるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、まあね、本当、そんな中でこう社会保険料の話とか、そういろんなものが出ると、<laughs> やっぱり使わないでおこうかなみたいなことになっちゃうっていうのはくないいやはしありますけど。 増税をもうブレーキとアクセル両方踏む意味がちょっとよくわからないらもうちょっとタイミングずらすべきだったと思うし、まあ、どこまでそれがブあの消費のブレーキにかかるかちょっと注視していきたいですね。 日本放送、飯田浩司の OK 工事アップ。時刻は朝7時を過ぎました。改めまして、おはようございます。日本放送、飯田浩司です。おはようございます。日本放送、新庄一華です。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。オープニングで、あの、オールスターファン投票の中間発表が出たっていう話をしたんですが、えー、ジョセフさんは DNA 党でいらっしゃいます。えー、キャッチャーの山本、 5種それからあ2。塁手セカンドの牧選手、はい、えー。そして外野手では。 すぐ選手が入ってますね。なんか予想通りの展開ですね。結構ね、あの、各チームで分け合ってるから、ですね、参の方は。なんか、まあちょっと今ね、まだオールスターどころじゃなくて、ちょっとまだ浜風が吹いてないんで、ちょっと心配なところあるんですけどね。うちもね、もうこの天気と同じで、もう打線湿りっぱなしっていう感じで、いやいや、した感じで。王者の風格ありますから、羨ましいぐらいですよ。 巨人ですすすからここちょっと問問題題でででねねも巨人は11連勝が止まったけれども調子のいいロッテとか3連戦ちょっとねロッテさんには頑張っていただいて本当このあたりねもう1試合1試合で全然変わっちゃうというね意外と交流戦でんか天気点っていうか調子のいいチームそこから後半戦にがらっとね調子を上げていくチームと脱落していくチームがあるんで。 でちょっと交流戦は、ね、いつもハラハラしながら見てますね d n a は横浜スタジアムで今日からオリックスとの3連戦ということですよ。はい ええええ、阪神は甲子園で楽天とと、そうです、ね、ううちょっと風を吹くのを待ちます。<laughs> 宝は寝てまでてはさて、えー、経済に関するニュース、そして、まあ、政局に関するところも取り上げてまいりますが、七島ときの後半戦、こちらのニュースです。 政治資金規制法の改正案をめぐり自民党が政策活動費の全面公開を受け入れ。 政治資金規制法の改正をめぐり与野党は今日衆議院の委員会で各党が提出した改正案を採決することになりました自民党は50万円超と限定していた政策活動費の公開対象について日本維新の会の要求を受け入れすべての支出を10年後に公開するとの内容に修正する方針を固めました週末に岸田総理と馬場 維新の会代表があって覚書を交わしてみたいなことがありました、うん、これはあの加宝は寝て待たじゃなくて自分で動いていきましたねうんまあだったら最初から自民党案、うんうん、出せばよかった修正したものを出せばよかったのかななんかちょっと煮えくりあえくらないようなあ煮え,<ー>えきらない感じはありますかす、ね、この十年自体が、はい、ちょっと違和感というかあの もともとこれ10年後にやったらもう税制とかあと選挙法違反とかが全部時効になっちゃってるんであ<ー>だから結局抑止にだからちょっとこれ子供騙だましっぽくてなんかちょっと腑に落ちないなっていうところそこを狙って、はい、なんかあったかも買いあのー 規制を厳しくしましたとっていうような感じでやってますけどやってるかみたいなところで,、ね、ですか、うんまあ、あのアメリカの選,選挙資金法が正しいとは言いませんが、ええええ、アメリカの場合は基本方針はすべて公開する、うんうん、でそれによって有権者が、うんえー、決められる。 献金するのかあるいは投票するのか、うん、そのためには情報開示が大事と10年後まあこれ政府だったら分かりますあ、はい、政府はいろんな外国とやらなきゃいけない政党が果たして10年間も秘密にする必要があるのかちょっと個人的には。うん どううなのかっていうところがありますねうんまあねこれ他の法人というかですね、うん、それこそ会社であったりとか、うん、NPO 法人とかもそうですけど。うん 10年どころか、四半期ごとに開示しないとみたいな話、ね、いや、本当にそうなんです、だから国民と、あるいは一般企業が要求されても全然違うし、<ー>で今回の,あの改正案を見ても、検討、検討なんですよね、<ー>だから決まったわけじゃない、決まったように見えるんだけど、検討しますので、うんはい、そのあとどうなるのかと。だからなんかここを乗り切って あとはみんなが忘れた頃にあやふやにするなんていうこともあるのかなっていうふうに思わせるような改正案なんでん、ちょっとこれじゃあ、どうなのかなっていう考えはありますけどね、あまどねあまあ、3年後の検討みたいなね、うん、話が盛り込まれていたりすることが多いと、はい、そうすると、じゃあ3年後、一体誰が。 そうなん政権やってんだろうと、そうどこの党がやってんだろうも含めて、恐そそらく岸田総理はその頃はいないので、あ<ー>じゃあ、誰が引き継ぐんだということなんで、ちょっとどうですかね、これで世論、国民が納得して自民よくやったと、太鼓判を押せるような内容じゃないような気がしますけどね。そそそれからまあそういったねその 支持率低迷にも絡むところですけれども、うん、朝日新聞、今日の一面トップ、今国会の解散見送りというふうに出ました、はい、まあこれはどうなんですかいや、えー、とまさしく、この改正案で、ねえー、支持率回復できるとは思わないんで。えー、あのーえー 多分英断というか、あのうん、予想通りあり、実は2週間前から取材で、えー解散あの、国会の延長はないということが、えー、言われていて、それだったら解散もないんだろうなというふうに思ってましたけど、ええ、まあちょっと今のところあの、まあ、あと外交案件も結構あるので。はいえ 来週再来週ですか、<っ> G7 もありますし、そうですね、G7 でもうほとんど来週は潰れちゃうぐらいの感じですよね,すよねだからちょっと6月解散っていうのは、厳しいような気はしますよねそうするとですよ、今度、じゃ総裁選、乗り切れるんですかいや、難しいと思います、あのー、今回の改正案、まあ、要するに公明党と維新に総理が寄ったことによって、党内の不満、うん えー、自民党内、えー。麻生さんとの関係も再び悪くなったというふうに報道されてますし、うん、だからちょっと党内の結束というか、党内がばらばらになってるところで、このままあの総裁選に、やる気があるんであればですけどね。はい え難しいかなというふうに思いまあその意味でもまあ密かにささやかれているのは9月8月末か9月の頭に国会召集して解散うん、うん、臨時国会で解散でないと9月の総裁選は乗り切れない,っていううおはようニュースネットワークおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です 今朝のコメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん取り上げるニュースはこちらですトヨタなど5社が認証不正国土交通省が立ち入り検査へ国土交通省は昨日トヨタ自動車、マツダ、ヤマハ発動機、ホンダ、スズキの自動車二輪車メーカー5社について 量産に必要な型式指定の不正申請が確認されたと発表しました記者会見で謝罪するトヨタの豊田昭雄会長ですグループ内で問題が発生しておりますことに対しましトヨタグループの責任者としてお客様、車ファン、すべてのステークホルダーの皆様に心よりお詫び申し上げますこうした行為は認証制度の根底を揺るがすものであり 自動車メーカーとして絶対にやってはいけないことだと考えております国土交通省は今日から5社に対して道路運送車両法に基づく立ち入り検査を行い行政処分を検討します このまあ型式指定の取得をめぐる不正というものはダイハツ工業であったりとかあるいはまああのトヨタの関連企業でありますがトヨタ自動食器などでえ今年の初めぐらいから言われていたところですけれどもね、はい。ね あのー、これは、それは最近の話であって、実は2000年の前半から三菱、はい、自動車だったり、えーと、2017年には日産自動車ですか、はい、これ、業界でもう,もうずっと長年続いてきていた問題で。 そ,れその都度です、ねはい、まあ少なくともこれら5社は自分たちがどうなっているのかという認証しなかったわけですよね、ええ、それで国土交通省の要請によって発覚した、だからガバナンスの問題が一つ大きい、えー、ところがあるのかなとあとあすごくちょっと。 個人的には気になったのは豊田会長が、はい、この全体像を把握している人はいないと、あの認証のプロセスです、ね、はい、でそれから非常に曖昧で俗人的な技能に頼っているケースが多いと、これ、認証、えーうん、試験が、えー、曖昧で俗人的なものでは、はい、あること自体が大問題で、うん、でこれはもしそれが正しいのであれば、はい、この制度自体、 が非常に大きな欠陥があるのと、まあ、あのちょっと言い訳感が聞こえるのは、はい、安全性に何にも問題ないんだと<ー>じゃあ安全性に何にも問題ないんだったらそもそもこの認証試験の意味は何なのかっていうところも、ねえー、あるんでちょっとこれまあ えとぐちゃぐちゃにしてしまうとこの責任問題があやふになるんであれですけど一、はい、つは企業のガバナンスの問題うもう一つはこの制度が、まあ、1951年に作られた制度が、はいまあ、その都度変えられてますけど果たして 改めて全く根本的に見直す必要がないのか、ちょっと考え直す、えー、ところがあるんじゃないかと思います。うんまあ、そのあたりについてですね、えー、ここで自動車評論家の国沢光弘さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。国沢さんおはようございます。 おはようございますすすよろしししくおお願願いいたしますお願いたまままずこの型式指定というもの、まあ、今、ジョセフさんのお話でね、1951年からの制度だと、これ、あのどういったものなのかっていうのを教えていただけますかはいあのーまあ、昔、本当の昔ですね、はい、車一台一台持って行って、その仕様に合ってるかということで、ナンバーを交付してたんですけど、あ<ー>まあそれはもう、世界的に時代遅れだということで。はい えーあ、国交省の方がですまあ当時はあのー、国土交通国交省が、えええー、その車を審査をして、はい、で、同じ車であれば、書類だけでナンバーを交付しましょうとういうことなんですね、はいで。昔は項目も非常に少なかったんですけど、ええ 近年ですね廃棄、まあ、規制が始まったり、安全基準が厳しくなったり、うもっと最近、電気物が入ってきたりしてです、ね、はい、どん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 複雑になってきていますで、まあ、その,、ね、あの試験についてのこれ不正があったと、これを国沢さん、以前、ダイハツの件は、ですね、はい、もうこれ、会社ぐるみでの。 不正だったんですねそれを受けて国交省が他の会社にも全部見直しをしなさいと、はい、いうことをやって出てきたのが今回の件であの、まあ、状況を見るとですね会社ぐるみでやったというよりは<っ>、うん、もうちょっとこうケアレスミスのような件ばかりでしたねうんなるほど、えー、スタジオにはあジョセフ・クラフトさんもいらっしゃいます。はいあの 今回の件って、もう何十年というか、十何年続いてる不正なんですけど、これ、根本的に業界として、撲滅できる、えー、ものなんでしょうかね最終的には撲滅できるとは思うんですけど、今あのおっしゃった話なんですけど、例えばトヨタについて言えば、はい、まあ何十車種もあの車出してるわけですけど、うん、その中で今回出てきたのは、 あの調べた母体がまあ多分10万とかそんなレベルだと思うんですけど、その中での6件、でえー、っと年次もですね2014年とか、非常に限られてるんですね、<ー>なので、ずっと続いたとかいう話ではないです。うーんこれそのね、あのね、ー、あ 開発があって、そして認証試験があって、で量産体制に入ると、まあ、全体の,そのタイムスケジュールの中で窮屈だったんじゃないかみたいな話も言われますけれども、これは各社によって事情バラバラってことなんですかそうですすかそうね、あのー、事情バラバラだし、例えば、まあ、あのさっきっトヨタは詳しく情報を出してるんですけど、車、後ろから追突された時に燃料が漏れちゃいけないっていう試験があるんですけど、うん、それはですね日本の基準だと、 えー、1100キロ、車ちっちゃいので、日本の車は、1100キロの車がぶつかって燃料漏れないようにしなさいと。で、トヨタ、今回ですね、アメリカ仕様の1800キロっていうでかい車がぶつかっても、燃料漏れない基準だったんですね。で、それを、まあ、ちょっと時間がなかったんだと思うんですけど、うもう一回やんなきゃいけないですからで、アメリカ基準の数値を書いて出したと。 だから、車としては安全なんですけれど、国交省としてはそれはだめだよと、そういういことなんですね、うん、より安全サイドで車は作ってたんだけれどもっていうケースもあるんですねですであの自動車メーカーはです、ね、あのーまあ、非常に気にするのです、安全性とかは。ええ でより良い基準、強い基準で、厳しい基準で受かってるんだったらいいでしょうっていう、そういう気の緩みがあったんでしょうね。<ー>あと、トヨタで言えば、あのはい、歩行者妨害、歩行者の障害っていうのがあるんですけど、これ、はい、あの頭の形をしたダミーをです、ね、ボンネットにぶつけて、その時の障害値見るんですけど、それも厳しい基準の方、う、まあ、時間がなかったんでしょうね、厳しい基準の方で出したと。おー なるほどこれ、しかし、まあ、日本の基準は基準であるとして、ただ、まあ、世界に向けてそれだけ輸出していくという中で、どうなんですか、これはあの認証試験そのもののこう存在だったりとか、あるいは見直しっていうところ、き、まあ、昨日ちょっとあの豊田会長も言及している部分はあったと思いますけれども、これ、いいかかがですかはい、あのその通りだと思います、もう認証項目がもう極端に増えていて、ええ、で認証を取るまでに、まあ、例えば、 最中1年とか,かかるわけですねうそうすると、中国のメーカーとかは、もう昔はあのアメリカとかヨーロッパの,あの開発速度の遅いとろと戦ってればよかったんですけど、はい、最近、中国みたいな会社が出てきて、ですね、えー、早いんですよ、それにキャッチアップするには、もう全然もうスピード感が足りないということで、はい、例えば日本とアメリカであって、こうのアメリカのほがきつかったら、アメリカの基準でもいいですよとかですね。えー そういうことをやって減らしていかないと、とてもじゃないけど、厳しいいと思いますあ。日本には日本向けのものを作って、アメリカにはアメリカ向けでまた認証受けてなんていうと、時間が足らなくなるってことですか。すね、あ,あと、まあ、今回、ホンダの件も騒音規制はですね、はいあの、非常に厳しい条件でやっていて、うん、その後車があの車が、まあ、実際の車がよくなくなっても、 まあ、カバーできるだろうと。で実際はですね、それはあのー、認証に時間がかかるから、先読みして出していくわけですよ。<ー>それもあかんと。言われちゃってるわけなので。はい。そこはやっぱり認証見直しが必要だと思います。なるほど。わかりましたあ。あの、朝からどうもありがとうございました。はい。 自動車評論家、国沢みすひろさんに解説いたただきましたうんそう考えると、やっぱり認証そのものもっていうところは制度に不備というか、うんあの、時代遅れな部分があるっていうのは理解できるんですけども、そしたら自動車業界として、もっと早い段階から制度が問題だから改善してくれという要望を。 していたのかでそれを受けて国土省が断っていたのかあるいはよかれというかあの、えー、よきに計らいみたいにただななと、えー、続いちゃっていた,た,たのかとやっぱりちょっと根本的にはガバナンスの問題があってであの最後、あの豊田明男社長が不正の撲滅は無理だと。 とね、よかれと思ってやってしまったこともあると、うん、でこれだとなんかあの責任転換というか、言い逃れで、その後面白かったのは、うん、あの同じトヨタのカスタマーサービスの宮本、えーはい、部長が、現場の管理が行き、うんえー、あの我々が知るべき不正につながる動機がないのか、不正ができる環境にないのか。 ののリスクを日頃から、見ていく必要があると、これがガバナンスなんで。なるほど。ちゃんとやっていただきたいと思います。今朝のコメンテーターは経済アナリストジョセフクラフトさんです。引き続きよろしくお願いします。すよろしくお願いします。続いてニュースプラスワン取り上げるのはこちらです。韓国政府が南北軍事合意の効力の全面停止を表明。 韓国大統領府は昨日2018年に北朝鮮と敵対行為の停止を決めた軍事合意の効力を全面的に停止すると表明しました北朝鮮は先月28日以降ゴミや汚物をぶら下げた風船を韓国に大量に飛ばしたほか GPS に障害を引き起こす妨害電波を発信するなど挑発を繰り返していました この風船に吊るした汚物の話であるとかが注目されてますけれども、まあその前にはねロケット発射あるいは弾道ミサイル発射もありました。まあもう恥ずかしくないのかとしか言いようがない。うんうん、あのミサイルはともかく汚物、はい、の風船三千五百個を送って、えーえー、一国の政府が もともと民間の,あの団体が巻いたビ,、はい、あのビラに対する政府の反応があまりにも子供じみてあきれてしまうんですけれどもそこはあ,の、まあ、ある意味あきれてものが言えないですけど、うん、これあの、安全保障面から非常に重要なのはこの軍事合意をこういう安易なことで停止することによって ひょんなことで、はいまあ、戦争じゃないけどもあの偶発的な攻撃につながりかねないんで非常に危険なあの状況に、まあ、エスカレーションしていることには非常に注視というかう危惧しなければいけないと。 いうことなんですけども、まああの時間とともに落ち着いてまた再びの元のあれに戻ってくれを願う一方で、うん、やっぱり最近徐々に金正恩体制がまあ、独裁者的、はい、そして強硬的になってきてることは、うんえー、ちょっと非常に懸念すべき状況で、うん、ちょっと今後。 関係南北の関係が改善するよりもさら、はいえー、に悪化していく可能性の方が強いのではないかとちょっと懸念してますねうん、まあ、そのあたり、ね、北朝鮮を巡る環境っていうのも、まあ、ロシアがウクライナに侵略をし、うん、そして、その弾薬であるとか、うん、武器であるとか、うん、北朝鮮から相当調達してると昔と違ってももはや西側に北朝鮮を抑え込む、はいえー、手立てが ないで、まあ、唯一、ロシアないしは中国からの圧力によって、はいえー、是正を促していたのは、それがもうできないということで、どんどん北朝鮮が、えーまあ、勝手なことをやっているところ、これがどんどんエスカレーションしていくと、どっかの時点で中東じゃないですけども、また、はいえー、紛争になりかねないということは、 非常に危惧すべき状況ではないかと思いますねうん、まあ、そうなってくるとそこが不安定化するって中国にとってっていうのは、ね、果たしていいのかどうなのかってところですけど中国も微妙だと思うんですよねあの正直、中国も北朝鮮を抑え込めない状況にもある、はいえー、かといえあの西側と足並み揃えるのも嫌だ,だ難しいちょっと距離を置いた えー、形になってるんですけどもやっぱりそこを誰かが是正しないとこのまま北朝鮮が暴走しかねないというところの、うん、今の状況というのは非常に、えー、危険であるということは言えるんじゃないかなと思いますね、うんうんえー、ニュースプラスワン、韓国政府が南北軍事合意の効力全面停止を表明というニュースを取り上げました お送りしております、OK 工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と、新庄一香がお送りしています。今朝のコメンテーターは、経済アナリスト、ジョセフ・クラフトさんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて、この時間は、ここだけニュース。スクープアップ。<laughs> 中国政府が国家機関勤務の夫婦をスパイ容疑で調査。 中国の国家安全省は昨日イギリスの対外情報機関秘密情報部 MI6 に協力してスパイ活動を行ったとして中国の国家機関に勤める夫婦を調査中と発表しました、えー、国家安全省によると夫が2015年イギリスに留学した際に MI6 が接触をしたと 高額な報酬を提示して、えー、内部の重要な情報を収集させたそうですが、まあこれ中国政府の話なんでどこまで信用性があるのかわからないですけど、こういったスパイ行為っていうのは、はい、もう当然のごとく、うんえー、行われてるんで、えー、不思議でもないし、まあこれ水推測の域しかないんですけども、えー、先月にイギリスの えー、そのイギリス人が中国のためにスパイを行っていたっていうことがちょっと発覚してそれに対する報復措置なのかイギリスに攻められないためにもイギリスに対して弱みを。 暴露したのか、その辺がわからないんですけど、まあ、そういう駆け引き、はいえー、が裏にあるような印象を受けますね。ああ。ねイギリスはイギリスで、イギリス国内で、こう、香港から、えー、まあ、半ば亡命のような形で来た方の、はい 監視をしてたということで、うんうん、あれ、なんか香港の、ねうんえー、政府機関の人も含めて、事情を聞いたりしていたこれ、まああの、スパイ、まああの同士でのやり合いなんであれですけど、はい、危険なのは、人質外交というか、 えー、政府間の対立に対して今度、民間人にスパイ容疑をかけたり、はいえー、拘束したり、えーまあ、2年前ですかね、えー、去年、うんえー、アステラス製薬のスパイ,スパイ行為で6年間の禁固刑を受けてますけども、うん、こういった民間への被害に波及することを一番、うんえー、懸念しますねうん、まあ、そうなってくるとビジネス環境としてもね。 いやもうあの中国で実はあの去年の末から、はい、あの風況経験っていう言葉が<ん>習近平はじ、い、め中国政府が使い始めてるんですよ。風教経験でこれ何かというと、はい、毛沢東が称賛した人民同士の総合監視による治安維持法、はい、で1963年に設計。 国交省の農村が村民のみで反動文書を抑え込んだ経験に由来するつまりこれ何かというと密告社会を推奨してるわけですよはあ風況経験風況は楓に橋ですかああこれがだからその発祥の地の名前みたいなもんですか、ええ、そういうことなんですその経験つまり共産党だけでは反習近平あるいは反共産党勢力を監視できないので 市民が全員監視し密告しろと監視し合う、ええ、こうなるとあの文化大革命じゃないですけども、はい、非常に商売ができない、えー、危険特に外国人外国企業、うん、でそれで2021年をピークに、うん、22年23年の直接投資が中国の激減してるんですよね、はい、だからもはやは中国は投資できるような政治環境にないっていうことを えになるこれがまた中国経済をあの下,げ下押してる下押している一つの要因でもあるんですけど<ー>ですから今中国に行かれる時は非常に注視しないと例えば観光で行きました山の写真撮りました、はい、えこれがリチウム鉱山でしたはい<ー>スパイ行為っていうふうにもなりうるので注視しながら気をつけないと。 ちょっと中国政府を批判しただけで何か捉えられるということなんで、はいえー、え非常に難しい今、中国でのビジネスが難しい状況にあるということは認識しておくべきですねうんこれ、一体どういうことなんだろうなと思うのが一方でそういうことをやっときながら、うん、今度、日中韓の、ね、首脳会談がこの間ありましたけど、うん、FTA やろうよと <laughs> 自由貿易やろうよとビジネスを拡大させようよと。うん、えー 何ていうか、どういうロジックでそれが出てくるのと思われわれからすると、ロジックは見えないかもしれないですけど、中国からすると、要するにいいとこ取り、安全保障は強化した、すると、だけど経済は、われわれが中国の経済に、なんていうんですかね、いいことをやってほしいと。中国経済ではいい ところを取りたい安全保障は強化していくと、はい、これは我々から見たらそんなこと成立するわけはないけども中国としてはそういう身勝手というか、えーえー、自国的な発想ですよねう各々が各々の部署の最大化だけ考えたらそういうのが平気で出てくるってことなんですか、ねえー、ただあの習近平の思想を考えたときに、はい、なんでこういう経済にとってマイナスのことをやるのかっていうとやっぱり最終的には経済と安全保障どちらを優先 するかとというと私は習近平は安全保障、なので、最終的にはそこに陥ると。 だから経済にとって悪いからまさかしないだろうなと思うのは、えー、ちょっと危険だと思いますねなるほど、そうすると、この間、あのシンガポールで、えー、米中の国防諸会談がありましたけど、うんはい、ああいうのこそ大事になってい,ますかい非常に大事ですあの、とにかくアメリカは、まあ、そこは中国の安全保障に対する強硬姿勢は分かってるんですが、アメリカとしては最低限、えー、米中軍同士のコミュニケーションのパイプラインを 維持したいとそれがないと偶発的な衝突が起きうる、はい、でそれをきっかけに戦争本格的な戦争に陥りかねないのでとにかくアメリカはその軍同士のコミュニケーションラインは設けたいと。 まあそこを中国があの足元見て、やろうと言ったり、やらないと言ったりと、そこを駆け引きのカードとして、交渉のカードとして使ってるっていうところですねあアメリカからしたら、危険性はわかるから、こんなもん、駆け引きに使うようなもんじゃないと思ってるしういうとし、ね、当然中国はそこはアメリカが重要視していることはカードに使おうと。はい まあちょっとアメリカの足元見てというかアメリカの、えー、本音を見透かしてうまくその交渉に使おうとしているというところですねあただ、それは一歩間違えば危険ない本当に危険ですだからアメリカは最低限コミュニケーションラインは設けて防空発措置を抑止しましょうって言ってるんだけどなかなかうまくそこは中国も飲み込んでこないとかつての米ソカンもやっぱりキューバ危機を経てですもんね。そうなんですよ ですからそういう経験があるのでアメリカは最低限のガードレールを引きたいけども中国はなかなかそこにうまく乗ってスクープアップのゾーンでしたこのコーナー含めて「ラジコタイムフリー」、「ポッドキャスト」YouTube でも配信してまいります。番組ホーームページをご覧ください